午後0時30分です。どうも、まともじゃないのは君も一緒、はい、ということですね。始まりました。今日もカマンクボのツボでございます。本日のツボはですね、今日の一言でも言いましたように、まともじゃないのツボです。はい、こちらについて皆さん、お便りを番組中でも大丈夫ですんで、今日はね、ほんで番組へのラジオ岸和田さんにリクエストお便りをしてもらっても、いつも言うやつは E メール最近言ってなかったか言おうか、メールアットラジオキシワダ .jp で送ってもらっても見てますんで、ぜひ放送中に、お便りいただけたら嬉しいなと思っております。はい、今日もですね、東出口を出まして、はと見ましたら、まあ今日こんな晴れてるのにね、ちょっと寒いからですかね、ゼロアでした。先週も多分ゼロアだったような気がするんですけどもね、まあまあちょっと令和ということでね、令和でええんちゃうかな。はい、今日は天気は晴れなんですけども、今日何の日、トントンと行きましょうか。小正月、1月1日が、大正月っていうらしいですね。で、1月15日は小正月。地域によって小正月の日付や時期は割とバラバラらしいです。小正月の伝統行事としては、なまはげ、秋田県のね、あまめはぎ、石川県とか新潟県とからしいです。あと鎌倉、北日本の降雪地域の方ですね、ありますね。いずれも一年の病気や厄を追い払う効果を形にしたものだそうです。あと、半襟の日、以前は成人の日でもあったことにちなんで、襟を正す意味合い、和装に縁のある日として、京都半襟風呂敷和装卸協同組合が記念日として制定した。もうこれ、一回言ってみようみんな。京都、半襟風呂敷和装卸協同組合 ですね。はい。ですね。記念日として制定したらしいです。あと、警視庁創設記念日。1874年1月15日、現警視庁の前身にあたる東京警視庁が、創設されたことにちなんで制定。創設者は、近代警察の基礎を築いた川路豊義氏が、創設したらしいですね。そうだね。そうです。はい。手洗いの日。これなんか一応手が一応5本指なことから、なんかいい手の語呂らしいです。いい手語でね、いい手の語呂らしいです。あと、いいいちごの日らしいです。いいいちごの日らしいですね。よからな、まあいちご美味しいですね今ね。はい、トントンと行きましょうか。今日はですね、だそのなぜじゃあ、まともじゃないのツボをやろうかなと思ったかっていうさ、その今日の一言でも言いましたけど、まともじゃないのは君も一緒っていうね、のね、映画を見たわけなんですよ。で、映画を、まあ見て、その中でね、まあこの映画は成田亮くんと清原かやちゃんでしたかね。その二人が主演なんですけど、まあちょっとコミュ力がない、高校の予備校の先生が、なんかどうやってこの恋愛したりとかしていくのをこの女の子に指南してもらうっていう、生徒にね、まあ指南してもらうっていう感じの映画なんですけども、この中でまあまともじゃないっていうのはどういうことやみたいなね、ことになるわけなんですよ。で、まあまともじゃないってね、これまあ言いましたけど、要はまあ次ちょっといい曲かけようか。 Ladies and gentlemen, this is早口言葉。今日は
生麦生米生卵生麦生米生卵はいはい、この曲をねバックに歌い、今から喋るわけです。まあまともじゃないっていうのは基本的になんか何かあの、一般的じゃないと、なんかいわゆる皆様が想像している一般的っていう要素の元からちょっと外れてることだよっていう意味でまともじゃないっていうことですね。はい、がまあコミュ力がちょっと一般的じゃないとかいうことの話をする。まあまあ大体ね、あ、さっきね、いつもね観覧来てくれてるね、タケルンがね、お汁粉を買ったらね当たってね、そのお汁粉を今私もらって喋ってるんですけど当たった方をもらったんですよ。まあ、そういうねこういうのもねある意味ちょっとまともじゃないじゃないですか。その一般的じゃん、そんな当たる当たる、大体自販機あんま当たるの見たこと、隣で見たんですよ。まあ、金のお汁粉をいただいたわけなんですけども、ありがとうございます。大体ね、カワンクを自分でこう自分のことを見た時にまともじゃない部分ってどこかな思って、まあ、今日喋る思ったんですけど、単純に食欲、睡眠欲、性欲がまずまともじゃないなと。まあ、この本能の部分ですよね。まあ、どこがまともかっていうのはちょっと、まあ、さっき言った一般レベルでっていう話をするぞっていう話なんですけど、まあ、食欲も、まあ、めっちゃある時があるんですけど、今ダイエット中なので、そこまですごい、その子、めっちゃ自分の本来の食欲を出して、ものを食べてるっていうわけじゃないんですよ。だけど、本来は、多分めっちゃひたすら食べれたりとかする、だからまあ自粛中に太ったんだろうなと思うんですけど、あと睡眠欲も最近ね、やばい、なんか冬になって寒なったからかわかんないんですけど、めちゃくちゃ眠くなる。で、まあこの間も正月休みで3日間ね、休みいただいたんですけど、2日間丸寝てたんじゃないかなぐらい寝てましたね。ぐらい寝れるんですよ。まあ若干46歳なんですよ、今ね。寝れるんですよ。普通は寝れなくなってくるような年なんじゃないかなと思うんですけど、結構寝れますね。あと、まあ性欲が、まともじゃないっていう話になると、これちょっと違う話とまた結びついてくるんですけど、昨日ね、うちのね、まあ、私は堺の中本町っていうところでカフェ&バー、井戸これおせっかいっていうのをね、やらせていただいてるわけなんです。そこのお客さんに聞いたんですよ。まともじゃない部分っていうのは、まあ、自分ではなかなか見えないから、どう思いますと、私どこがまともじゃないですかっていう話をしたら、ショタコンがひどすぎてまともじゃないって言われたんですよ。ああ、そういうことか。確かに、まあ低年齢な男の子が好きだなと。最近ね、なんかもうまあ大体低年齢な男の子を見たら、結構もう同じ顔に見えてくるわけなんですよ。そういう年やから。まあアイドルとか見てもそうなんですよ。今の K-POP の子たち見てもそうだし、まあ俳優さん見ても大体同じような顔に見えてくるわけなんです。まあタイプはありますよ。でもまあ同じような顔に見えてくるんですよ。ね、全員可愛い。全員好きやなって思いますね。ぐらい、ショタコンぶりがひどいっていうのが、ちょっとここはまともじゃないかね。やっぱりね。はい。で、今日、お便りがね、割と来てるので、お便りを先行ってみようかなと思いますね。あ、このなんかラジオ岸和田さんは来てないです。また、次の曲もいい曲がかかりますよ。はい、すいません。初めてのお便りの方ですかね。お疲れ様ですっていうところからでいいんですかね。まともかまともじゃないかは単に双方の価値観の違いという意味で、私の母親にとって私はまともじゃないのかもしれないですっていうお便りいただいてるんですね。で、先日赤いチェックのズボンを履いて外出していたら、あんたその年でそういうの履くの恥ずかしくないもんちっちみたいだよと、まるで喧嘩売るような口調でしたと。そんなの外に履いていったら周りの人からいろいろ言われるわよとも、あまりにカチンときたから言われて結構、あなたはそんな私の親だと返しました。そんな時はどう返せば波風立たないのですかね。これからも仕事から何から赤いチェック履き続けて洗脳するしかないですかねっていうので、サントさんっていう方からいただいております。ありがとうございます。どうしたらいいですか。波風立たないっていうか、まあでもやっぱり
これまともじゃないかは、まあ、その双方の、まあ、価値観って言われてたんで確かにそうだと思うんですけど、やっぱ時代とか の、 その価値観が違うと、よりそのまともじゃないところのこのラインが変わってくるなとは思うんですよ。さっきも言いましたけど、その一般的であるかないかっていう意味でのまともじゃないっていうことですけど、だからまあそのお母様のところでは赤いチェックのズボンっていうのはまあダメなんですね。まともじゃないレベルなんでしょうこれは。だからあのもうそう思ってお互い洗脳し合う、どっちが勝つかはもうその時しか分かんないですけど、ちょっとまあお互い頑張ってほしいですね、洗脳し合ってほしいですね、でそのまたその結果を送ってほしいですね。はい、次の方行かせていただきますね。カワンクモさん、ワンバンコ山田ジャックでおま、ありがとうございます。さてまともじゃないツボ、僕はまともに恋焦がれている中年です。50にもなってまだまともになれてないです。ジュン・スカイウォーカーズが昔さらば愛しき危険たちよという曲を発表した時、あの高校から続いていたパンクブームの終焉のような気がしてなんだか寂しかったのですが、今はよくわかります。危険とまださらばしていないカマンクボさん、タケルンとタクちゃんも鉄道博物館に一緒に行きや言うてた時の顔は超危険でした。わらということでありがとうございます。山田さん、あれ危険でしたか、あれまともじゃない感じなのかな、あのちょっと気合うかな思って、あの気合う人は一緒にそうやってやった方がいいんじゃないかな思って、すぐあのくっつけようとするっていう、あここまああれなんかな、山田さんから見たら私がまともじゃないっていうところのあれなんですね、ところなんですね。いやもっと送ってきてほしいな、私のあのまともで自分じゃ分かんないんですよ、こういうところってね、なかなかね。あそれではね、さっきいただいてた曲をかけようかな、さっきいただいてたというか、まあそのせっかくなんで山田さんのこの曲をか、まあまずちょっと一旦ですね、今聞いてもらったのジュースカイウォーカーズさらば愛しき危険たちよでした。まあこういう何ですか、さらばってなっちゃったりとかするんかな、やっぱり皆さんね、まあ大人になるにつれ、まあ、結局そういう気持ちになっていくんかなっていうのはあるんですよ。はい、そう、そこは私もそう思います。なんかもう一曲ね、速攻なんですよ、ちょっとリクエストの方が来てますんで、リクエストをちょっと一旦もう一回かけようかな、これもかけてみたいなと思います。いい感じの曲来ました。大人になりたくねえ
はい、じゃあこのド発展大人のすすめをバックにちょっとお話したいと思いますね。タニヤさんありがとうございます。まあまあ、自分がまともじゃないってなかなか、まあ、思うところがないんですけど、まあ、そのさっきも言いました食欲、睡欲、性欲がまず、まあ、本能の部分でまともじゃないなって自分では思ってます。まあ、でその食欲にそのお酒のことが入るとしたら、まあ、酔った時の自分はまともじゃなさすぎてちょっと怖いですね。あとなんかこう最近はそのだから大人になりたい、まあ、私は大人になりたいと思ってまともになりたいと思って生きているので、まあね、一般的になりたいと思って生きているので、まあ、そこの差がないように、まあ、努めているおるわけなんですけど、なかなかね、まあ、その記憶力がない、酔いすぎて何言ってるか分かんない、まあ、その飲み方もおかしいみたいなところは、まあ、そのまともじゃないなと思うんですよ。この間もその一旦11日12、13とお正月休みをこういただいてたわけなんですけども、11日の日にね、あのウエスさん行った後めちゃめちゃ南を飲み歩いてですね、気づいたら南のラブホテルに一人で泊まるっていうね、あの一人ですよ、うん、まあそれはええんですよ。ちょっとこれはちょっとまともじゃ、でもなんか最近そういうラブホテルも多いのかなとは思うんですよ。なんか女子会開いてくださいとか、一人で泊まっても OK ですよみたいな。でも泊まらせてくれたし一人でね、全然いいんですけど、まあそういうのがちょっとまともじゃないかなとか、あとはそうやな、毎日ほど通ってる喫茶店が私あるんですよ。まあまあずっと言ってるかもしれないですが、最近その喫茶店ちょいちょい行く頻度が減ったので、その話を出すことはなくなってきましたけども、でも毎日ほど通ってるんですよ。でもね、その喫茶店の店員さんと話すこと一言もないですよね。普通なんかこう毎日行ってたりとかすると、まあちょっと、あ、こんにちはとか、なんか、あ、今日もありがとうございます、あ、いい天気ですねとかいう話とかね、なんか雑談というかそんなんなったりとかするかもしれないんですよ。一切ないです。私がもう確実に喋りかけんとってっていう、この陰キャ全開のこのオーラを出してるんですよね。それ悪くはないんですよね、うん、まあ、そこは、まあ、まともじゃないんかな、ひょっとしたらと思いますね。 あと生活リズムがまともじゃないです。多分この一般レベルの方とはここが一番、まあ、そのお店をやってるっていうことも、まあ、昨日聞いたらね、お店をやってるっていうこと自体が、まあ、女性が一人でそんなお店を切り盛りやってる、その、夜のお店をっていうね、あのバーカフェアのバーをやってるっていうのはちょっと、まあ、まともじゃないっていう、一般レベルで言うとそうかもしらんって言われたのと、それに伴うその生活リズムですよね。まあ、大体毎日寝るのが3時4時っていうのも、まあ、おかしいし、でその後、まあ、なんかちょっとひどかったら7時とか寝たりとかするんですよね。なんかそう考えたら、まあ、まともじゃないんかなと思ったり、まあ、あとはそうか、YouTube で、あ、これ私じゃないけど YouTube でなんかこう 弱肉強食映像を見る人たちとかもまともじゃないなと思います。今全然人の話してもた。いや、まあまあ人の話でもええねんけど、であと、あの若い子の、じゃあ、そうそう、最近ね若い子の恋愛観がね、あの女性の方がなんやったら、あの男性と女性がおったらこう、昔はその男性がその、ね、ラマンにしたりとかいう話になっちゃったりするけど、女性の方がなんかこう、いや私セフレでいいねんけど的な、あの子が結構おんねんなと思って、ちょっとびっくりするなって、まあ、その時代の変化というかそういうこともあるんだなと思って思ってますね。この辺でこの曲かけとこうかな、この曲かけようかな。まともじゃない、アニメじゃない、ハンタラコープさ、はいはい、これ言いたかっただけ、まともじゃないって言いたかっただけ、ね、あと、あ、そうそう、そういう、ね、パッ、あ、そう、これ昔したな、なんかね、ワンピースのウソップが持ってるパチンコっていう武器みたいなのあるじゃないですか、あれでね、公園におる小動物をね売って食べるっていう子がおったんですよ。もうこれは完璧、結構まともじゃないなっていうのはあるんですよね。あと何ですか、あ、ちょ、なんかお便り来てるからお便り読もうか、お便り行きましょうかね、結構あるんですよお便りがね。
え、結構ないわ。あ、まあ、いやいや、いきます。カマンクボさん、つぼらの皆様、あけましておめでとうございます。人の足りなさすぎてまともじゃありません。人が足りなさすぎてってこと？どっちか、人が足りなさすぎてってことかな。労働時間もまともじゃないです。助けてくださいリクエストは時間があればマカロニ鉛筆の何でもないようかけてください。堺市中本の居所おせっかいも頑張ってください。今年もよろしく。ありがとうございます。これは百つねさんですね。リクエストを、じゃあ今日リクエスト多いな。いいね、いい感じですね。リクエスト行きましょうか。じゃあ今言ってたマカロニ鉛筆の何でもない、僕には何もないな、まいっちまうよ、もとっておきのセリフも特別な用紙も、君がくれたのは愛や幸せじゃない、とびっきりの普通とそこに似合う笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君が良かったんだ、そんな僕の予感なんだ。体は関係ないほどの心。はい、戻ってきました、カマンコボです。今のマカロニ、マカロニ鉛筆いいですね。私も最近いいなって思ってますね。なんかこうちょっと昔っぽい感じもあるんで、ユニコーンが好きなんですよね、このボーカルの子ってね。なんかすごいいい、私もユニコーン大好きだったんで、なんかあとなんか今来ました、これはもう一個、山田ジャックさんでいいんですかね。ぼったくりバーに交渉してよく行ってるところがまともじゃないです。そうですね、ぼったくりバーにぼったくるなよって言って行くっていうね、カマンクモのことを言ってるわけなんですけどまあね、多分ね、ギャップがまともじゃない、自分で言うのもあれなんですけど、仕事中とプライベートちゃんとしてる部分としてない部分のがちょっと差がまともじゃないんかなとかちょっと思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、いい意味でね、いい意味でまともじゃないで、 あとあの笑いのツボがまともじゃない私。多分そのもう笑ったらあかん場面で、もうあかんってなったらなればなるほど面白くて笑ってしまうんですよ。もう笑ったあかん、笑ったあかん、いや笑ったあかんやろ、この場面で絶対笑ったあかん人としてって思ったりとかしたら、もう笑いが止まらない。どこまともじゃないんやろうなと思ったりとかしますね。はい、あとこれよく言われたな、昨日めっちゃ言われたのは、仕事中ずっとね、私ね実はあのメガネかけてるんですけど、だってメガネなんですよその仕事中、一般の人はだってメガネをずっとかけてることはないですって言われたんですよ。あ、確かに、まあ、そういう意味ではまあまともじゃないかと思ったりね。であと、そのさっきの、まあ、喫茶店の話でもないんですけど、あのまともじゃないぐらい人の声が届かない時があるんですね。なんかこう喋りかけられててもあんまりわからんみたいな、あの考えてる自分がほんまになんかめっちゃ考えてる時とかはなんか全然届いてない人の声が。まあまあそういう、まあ他にもそういう方いらっしゃると思うんで、まあマイノリティな感じはするんですかね、ちょっと少数派な感じはまあしますかね。うん、そういうのはまあそこはまともじゃないって言われればまともじゃないんかなとちょっと思ったりしますね。最近はあと記憶力の悪さにびっくりします。その記憶力の悪さがまともじゃないと自分の中で思ってしまってますね。あー、何しようかな。あ、今かけたよな。ほな違う曲かけますか。もう一回これかけようかな。まともじゃ、まともじゃない、はい、すいません。これをかけたかったっていう、今日ねこれをかけたかったからがゆえにこれをしたっていうのもまあ
おかしくないですけど、自分のまともじゃないところをもっと聞かせてほしいな。いろんな人のまともじゃないとこ、あともうちょっとで終わるんで、もうないか。皆さんお便りが欲しいな。もうなかったですね今日は。じゃあまともじゃない曲を聴きながら、まともじゃない曲をって言ったらあかんけど、まともじゃないっていう私の中で思ってる曲を聴きながら終わっていこうかなと。なんかあとね、よく言われるのは人に気を使わせるらしいですよ。人に気を使わせるこのレベルがまともじゃないらしいです。普通もっと人にこう気使ってますよ私も。気使ってるけども人に気を使わせる能力の方がまともじゃないっていうのを言われましたね。もう時間もそろそろねなくなってくるんですけど、もう映画紹介とかなんか心理テストとか、まあお便りとかももっと欲しかったな。あと昨日最後に言われたあれか、なんかねだから見た目で言うと、まあ陰キャのふりをしてるわけでは私はないんですけど、別にそれがいいとか悪いの話じゃないんですけど、もうなんか変な言い方して一般のその辺の OL さんとか事務職ぐらいの見た目でずっとおろう、事務職の方の見た目でおろうと思ってるんですよ。でなんかまあカーディガン着てなんかネクタイ締めて黒い髪の毛でメガネとかね、だってメガネかけてちょっと真面目な感じに見えてる見た目陰キャな感じの方にしてるのに、セックスっていう言葉を何の躊躇もなく水を飲むみたいに口にしますねって言われました。それはまともじゃないですよって言われたんですよ。そんな時代じゃないんですかね。若い子もそうですけど、なんか女性の方がそういうのも結構普通に言えるような、まあ、まともじゃないというか、昔で言うね、一番最初のサントさんの、お便りもありましたけど、まあ、時代の差とか価値観の差っていうので、まともかまともじゃないみたいな。だからどんどん変わってきてる、そういう時代になってるよっていう話ではあるんじゃないかなと。今日はそんな風にうまいことまとめきれてないけど、そういう感じで終わっていこうかなと思います。最後何かけようかな。何にしよう。まともじゃない曲かけたいな。まともじゃないからな。でももうこういう間に時間が過ぎちゃって、まともじゃない、どうもありがとうっていう曲かけて終わりたいと思います。来週もかまくものツボぜひ聞いてください。Yo, ありがとうございます。照れくせえけどきちんとご挨拶、今日もこうして歌えます。今日のギャランティーで子供のおむつ買えます。151A 東へ西へ、マイク手にして夕日背にして、次会ったらまた笑顔見してくれたら言うよ、声を大にして、ありがとうどうもありがとう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 。予定変更でいきなり参上し、ウィキな時間をキープ、衝撃リキラリアート Q 一発クライナースーパーライマー、狙い外さ狙いか瓶はスナイパー。毎週土曜日の4時から5時はワクワクブラックキャットタイム、略して BC タイム。ちょっと略さんといてよ、それやったら紀元前みたいやんか。ワクワクバースデーケーキタイム、もう間違ってるし。間違えた。ワクワクブラックキャットタイムやった、どっちでもいいわ。とにかく聞いてね。聞けよ。ラジオ岸和田が午後1時をお知らせします。